こんにちは、セーラン美塾の岩田です。今日はフランスの歴史についてお話します。よろしくお願いします。フランスの歴史といいますと、まず、カペイ朝、ここから始まると言えます。でカペイ朝の初代はユーグ・カペイ、彼がこのカペイ朝を築きましたよと。で一つ確認なんですけども、この当時のフランスというのは今の皆さんのイメージと全然違って、あのような広い土地を持っていません。この当時というのは本当にパリ周辺のみの本当に小さい、今に比べたら小さい国だったということを覚えておいてください。で初代がユーグ・カペイで、7代のフィリップ2世、この辺から覚えていきます。でフィリップ2世というのは第3回十字軍に参加しています。それでジョン王、イギリスの国王ですね、からフランス本土内のイギリスの領土を奪っています。でこのジョン王なんですけども、イギリスの方でもやりましたけども、プランタジネット朝の王様です、国王です。でそもそもプランタジネット朝というのはフランスの大貴族である、プランタジネット朝を築いた、ヘンリー2世ですよね。ヘンリー2世が築いた王朝です。ですからイギリスの国王であると同時にフランスの国王の家来でもありました。でこのヘンリー2世というこのプランタジネット朝の王様なんですけども、フランスにすごい広い土地を持ってたんですよね、大貴族ですから。でその土地を代々プランタジネット朝は引き継いでいましたよと。でそのフランス国内の土地を奪ったのがこのフィリップ2世です。このジョン王というのはケッチ王、土地を失った王様という、あんましよくないけどあだ名をもらってるぐらいの王様です。これもまだイギリスの方を見ておいてください。でその後いきます。フィリップ2世の孫にあたる、9代のルイ9世で、彼はこの第6回第 7回の十字軍を単独で率います。でカラコルム、また中国でもありますけども、モンゴル帝国にルブルックを派遣しています。熱心なカトリックの教徒です。でさらにここの南フランスの異端のアルビジョワ派を平定し、南フランスにまで勢力を伸ばします。でこのことにより、国王の直轄領が拡大し、王権が強化される、こういった結果を生んでいます。それでここで一つ確認なんですけども、これから西洋史をやるにあたって、宗教というのはどうしても切っても切れない関係になっていきます。でここには異端と書いてますけども、ちょっと異端と異教の違いについてちょっとお話ししたいと思います。で異教というのは何かというと、例えば仏教とキリスト教とか仏教とイスラム教とか、これは異教になります。全く異なる宗教ですよと。で異端になりますと、例えばキリスト教においてはプロテスタントとカトリックとか、イスラム教においてはスンナ派とシーア派とか、こういうのが異端になります。で異端というのはもう本当すごい殺し合いをします。後にドイツとかでもありますけども、宗教戦争でプロテスタントとカトリックというのはすごい殺し合いしますし、近年でも1980年代に例えばイスラム教でスンナ派とシーア派というのはイラク戦争と残してますよね。でなぜこんなに異端というのは、殺し合いになるかというと、そもそも異教徒というのは仏教とキリスト教ですと、全然教えが違うわけですよね。だから例えばキリスト教から仏教徒を見たら、キリストの教えを知らないんだねで済むわけです。イスラム教から例えば仏教徒を見たら、アラーの教えを知らないんだねということで済むので、それほどその殺意の対象というか成敗の対象にはなりません。しかし異端というのは、例えばキリスト教でいきますと、聖書の教えがありますと。でその聖書の教えをねじ曲げるっていうふうに彼らは取るんですよね。プロテスタントとカトリックからがありますよと。でカトリック教徒から見たら、プロテスタントは聖書の教え、同じ聖書を読んでるのに、なぜ神の言葉をねじ曲げた教えをするのかと。で逆にプロテスタントからカトリックの方を見ると同じですよね。聖書、神の言葉をなぜ勝手にねじ曲げるんだということで、お互い同士がやはりその憎しみ合うわけですよね。神の言葉を変えるなということで、すごい殺し合いになったりします。でここもこの南フランスの異端なので、同じくキリスト教徒ですのアルビジョワ派をまず平定して、このルイ9世というのはどんどん勢力を拡大していきましたという流れになっています。今日はここまでにします。以上です。ありがとうございました。
戦士セーラーミュージック、チャンネル登録してね。君は生き残ることができるか。